動物園だ。わいわい。ゴリラを渡しに来ました。ちょっと後に筋トレしすぎの刑で動物園に飼育しようかと。ダメだよ。まあこんぐらい出れるんだけどね。動物園じゃなくて刑務所に送ろや。どこから行きたい？富士山。ないよ。ゲーセン。ないよ。お兄さんによしよ。ないよ。同族見に行くわ。もう心までゴリラになっちゃってるじゃん。まずはおライオンからだろ。ライオン。ゴリラ対抗しないで。じゃあライオン見にレッツラゴー。おお、さすがライオン、威厳あるな。ねえ、すごいね。かっこいい。最高。すごい。ゴリラで、なんでそんなに遠いんだ。いや、だって怖いよ。食われる。鏡越しだぞ。割ってくる。来ないから。ほら、せっかくだからこっちおいで。ギャー。シュシュイヤーン。ケイちゃん、お姉さんだと思ってみな。え、おう、やんちゃなお姉さん。プリニーは何してるの。シュ、バレるだろ。え、どういうことだ。わかるだろ、死んだふりしてんの。プリー、もう大丈夫だから。やだ、信じない。え、近づいてきた。ちょ、増えるなって。まったく、鏡越しなのに弟たちは怖がりだな。てめえ、俺の弟に何してんじゃこれ。まぜ、落ち着こうな。相手動物だから。鏡から出てこいよ、てめえこの野郎。ダメ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 。なんで弟たちが死んだ。あ、違う違う、フリだから。フリ。え、じゃあ生きてるの。チグ、アキ、プリツ。てめえ、ダメ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 。死んだふりしてたら寝ちゃってた。そう、出てこいや。まずい、目覚まして。大丈夫だから、すぐに蘇生するから、3人とも大丈夫。プリちゃん。お腹すいた。あっち行く？あ、チグちゃん、プリニー。あ、まずに、2人ともご飯食べに。持っていかれた。もう、やっぱり飼育しとくか。正解正解。はい、ご飯。うまい。何これ、うまい。生肉だけどね。兄弟の一人が本物のゴリラになってしまった。うほ。